どうも、ハルガトです。皆さん、相談のシールで初登場したポケモンは知っていますか？どれも個性的なポケモンたちですよね。そこで今回は新ポケモンの面白い図鑑説明について見ていきたいと思います。手は関係ないけど、最近チャンネル登録がついに2万人突破しました。本当に皆様のおかげです。ありがとうございます。これからもどこまでいけるか分かりませんが、皆様が面白いと思う動画作っていきます。ハルカット頑張るツイッと、いけるよかったら最後まで聞いてってください。ソーダーのシールで初登場したポケモンの面白い図鑑説明。まずは氷立方。氷立方の名前は氷と立方体から来ています。図鑑説明はこちら。暑さに弱い顔をいつも氷で冷やして髪の毛を海に垂らして餌を。氷立方のこの顔は素顔ではありません。冷やしている氷に顔を描いてるんですね。てか髪の毛気になったけど釣りに使うんだ。そんな氷立方の素顔はこちら。なんか困ってる。てか頭こんなに長かったんだね。次はこちらデブリム。パステラカラーで可愛いポケモンなんですけど、図鑑説明には頭の下で相手を殴り黙らせる。めちゃくちゃ強かった。でもそんな見た目に反して強いなんて素敵じゃないか。ふう。次はこちら俺の推しストリンだ。喧嘩腰で気が短い。よどんだ水をガブ飲みして水中の毒素を取り込む。汚い水ガブ飲みしてんの？やだ。次はこちら相手を一撃で打ち負かすほどパワフルだが、忘れっぽいので戦ってる相手を忘れる。いやそんなことある。ちなみにピカチュウを口に加えてる時があるんですけど、これ餌の差しかますと間違えてピカチュウを加えているようですね。いやかわいそうだけど、加えられてる時のピカチュウがかわいすぎる。とまあこんな感じで、ソーダ&シールの新ポケモンの図鑑説明についてでした。それでは本日のハルカットイラスト紹介コーナー、今回はこちら。な、かわいい。あんま得意じゃないけど一生懸命頑張ってくれたみたい。なんかこれあれでしょ、前から押してくれてる子なんでしょ。いやほんと、ずっと俺なんか押してくれてありがとう。 Twitter のハルカットイラストハッシュタグでまだまだ募集してるので、動画に載ってもいいって方はじゃんじゃん書いてツイートしちゃってね。また同じく Twitter で夏休み最後の動画で質問コーナーをやるので、ハッシュタグハルカットに質問をつけてよかったらツイートしてください。チャットでもご動画をショートなチャンネル登録、そしてよろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。